立った時に指をした後、座禅の人はこの時は胴体が一緒です。ここで待っててくださいね。合わせます。合わせるポイント。どうしてもつるを返すときに、座者の人が弓を立てたときに上げたくなりますけれども、もうそのときは座者の人は役外してしまうので追い越してしまうことになります。なので座者の人は後ろに座ってらっしゃる方に対しても、私が前の方が見えないので、私が弓をストッと置いたときが前の人が弓を立てるとき。それでそのまま一緒に八つ替えと同時、もうこれで鶴が返った頃に、座者の人が鶴が返った頃に八つ替え、ゆっくり手当てください。合わせてください、前の方に。で、八つ替え動作。早音を見て八つ替え動作をして、この時も合わせてくださいね。後ろの人に目はもうこの時の動作は一緒ですので、で膝頭に置いたら手一緒。立者の方が追い越してしまうという場面が、どうしてもここで鶴を返してしまっているので、座者の人がここでこういう状態が弓を立てる、鶴を返すという時に弓を立てます。で、これから八つ替えなんですが、立者の方はここで鶴が返ってしまいます。で、持ち上げた時に八つ替えに入ってしまうので、この動作とこの動作が一緒になってしまうと速くなってしまうので、必ず前の座者の方が置いた時にこれで鶴を返す頃にこうします。で、一緒に弓を立てて八つ替えを合わせます。そうすれば合うようになります。ただ後ろの方には必ず私がこう弓を立てててください。こうした時が鶴を返している時なので、上げた時に八つ替えに入りますということを伝えれば、後ろの方もえって慌てなくて済むと思うので、その辺を合わせなければいけません。立者の方は座者に順ず従ってくださいっていう言葉が書いてあるので、追い越さないようにしてください。以上です。難しかったらまたコメントください。